リスクの高い 407C を避けた方がいいのではないか。しかし2人は果敢にチャレンジします。着水が少し乱れたものの、なんとか成功。4種目終了時点で地元オーストラリアを抑えトップ。最後の5種目目も難度の高い技を選択。しかし着水が乱れ大きな減点。オーストラリアに抜かれ2位で終えました。しかし2人の表情には 407C にチャレンジした充実感と最後の試合をやり遂げた満足感がありました。風がとても強かったけど、私たちのシンクロはいつもと同じようにできました。厳しい条件でもうまくやれたことを誇りに思います。私はダイビングが大好き。私の喜びだし人生そのものね。ダイビングするときはいつでも幸せだし、チームメイトと世界中を回るのも最高。そして男女混合シンクロに出場したジュンホン、練習では10メートルの高さから一度も飛んでいません。ぶっつけ本番のダイブ、果たして。さすがの演技です。とはいえ若手パートナーとの呼吸はまだまだ未完成。2位に終わりました。良かったとはとても言えない。かなりまずい終わり方だった。自分にはもっと厳しいトレーニングが必要だわと反省しつつ、彼女の表情には心なしか明るさがありました。シンガポールに国民的な人気を誇る高校生のフェンシング選手がいます。過酷な学歴社会の中で勉強とスポーツに打ち込む青春とは。世界は東京を目指す。 BS1 24日夜8時。社会人アメリカンフットボールの頂点、ジャパン X ボールを18日夜7時から BS1 で生中継。華麗なパス、ハードタックル、勝つのは富士通か IBM か。アメリカ統治下、世界最大級の核兵器の拠点とされた沖縄。機密資料と新証言から知られざる実態に迫ります。 BS1 スペシャル、今夜10時です。 BS 世界のドキュメンタリーシリーズ、ぬくもりの赤い糸。家族や社会の絆で逆境や困難に立ち向かう世界の人々の物語をお届けします。 BS1 19日午前0時から。